皆さんこんにちは、パラフです。今日はですね、なんとヨドバシカメラでですね、今話題のライカから発売されたライツフォン1というスマートフォンを買ってきたので、開けていきたいなと思ってます。こちらでございます、ライツフォン1。ソフトバンクから発売されている、まあ、1000倍モデルなんですけれども、ヨドバシカメラでですね、端末のみの購入ができましたので購入することにしました。しかもこれね、定価がもう皆さんご存知かと思いますけれども19万ぐらいするんですよ。めちゃくちゃ高いんですよね。ただ僕が買ったヨドバシカメラ秋葉原のね店舗なんですけれども、なんと2万円ちょっと値引きが入りました。そして僕はヨドバシのポイントを、まあ、1万5000ポイントぐらいあったので、それを使って結果的に15万円ぐらいで購入することができました。なので、まあ、それでも高いんですけど、まあ、定価を考えるとね、非常にお得に買えたかなと思ってます。それではね、開けていきましょう。来ました。赤いね、ライカのロゴがね、たまんないですよね。非常にかっこいい。側面にはですね、ライツフォン1と書かれてますね。そしてこっちには、まあ、バーコード類ですね。で、ここにライカのロゴで、ソフトバンク1000倍モデルなのでソフトバンクのロゴが入ってますね。ここにもね、ライカのロゴが入ってますね。ただ19万ぐらいする商品にしてはちょっと箱チープだなっていう印象なんですけれども、ちょっとね、そこ頑張ってほしかったんですけれども、ちょっと中身に期待していきたいなと思います。はい、そして来ました、こちらが本体でございます。いきなりね、本体入ってますね。一旦本体置いといて、付属品の方ね、見ていきましょうか。本体の下には、箱が入ってます。さらにこの中には、SIM ピンですね。珍しいタイプのこのぐるぐる巻かれたような丸型の SIM ピンが1個付属してます。これがデータ移行の際に使う、USB の変換アダプターですね。これ使ってくださいって感じですね。そしてマニュアルが入ってますね。はい、マニュアルは2種類。クイックスタートと、お願いとご注意というね、2種類が入っています。そしてこちらがケース。おー、かっこいい。ケースね、初めて触ったんですけれども、しっかりとここにライカの赤いバッジがですね、埋め込まれております。で、やっぱりね、ウェブサイトとか、動画とかだとこれね、伝わりにくいんですよね、質感が。で、初めて今触ったんですけど、ちゃんと硬い素材のバッジとなってますね。てっきりこのシリコンで作られたなんかロゴなのかなってちょっと思ってたんですけど、全然そんなことはなくて、しっかりとライカらしいね、丁寧な作りとなってますね。内側はちょっとこの柔らかいっていうか、優しいフェルトな感じになっています。まあ、本体傷つけたくない人は絶対これ必須かなと思います。底面はこんな感じ。側面、ボタンはですね、まあ、ちょっと全体シリコンなのでチープな感じするんですけれども、まあまあ押しやすいのかなっていう感じのボタンがついてます。そして上、穴がついてますね、ここに、という感じですね。で、表面はなんて言うんでしょうね、まあ、ラバーな感じ、ちゃんとグリップ感があるというか、滑り止めになるなっていう印象の素材感となっています。で、ちょっと柔らかいんですよね。柔らかすぎないんですけど、硬いわけではなくて、なんか程よい感じで、これちょっとね、持ってみないと分かんないかもしれないですね。はい、まあ、こんな感じです。ケース後でつけていきたいと思います。はい、こちらでございます。かっこいい。実機とその隣にモックが置いてあったんですね。で、僕モックを以前に触ったことあるんですけど、正直、この値段の割にこの質感かと思っちゃうぐらいチープだったんですよ。ライカのロゴもなんか、ただの印刷じゃんみたいな感じだったんですけれども、ですね、実機を触ったら全然違いました。なので質感に関してはもう本当に皆さんご安心くださいという感じです。ちゃんと丁寧だし、ちゃんと高級感があります。こちらが本体でございます。いや、もうね、これね、手に持ったら分かるんですけど、かっこいいんですよ、とにかく。で、このね、機種に関しては、まあ、皆さんね、ご存知かと思いますけれども、シャープのアクオス R6 っていう端末の、まあ、外装がライカモデルになったっていうものなんですね。なので、基本的には搭載してるセンサーとかは、1インチセンサーなんですけれども、シャープのアクオス R6 と全く同じとなっています。ただ、この側がライカオリジナルのデザインになったことによって、高級感もより一層増してますし、プレミア感みたいなのがね、出てるわけですよ。
表面はこれはガラスらしいんですけれども、すりガラスみたいなね、マットな質感のガラスになってますね。そしてうっすらとフェリカのロゴがあります。もちろんお財布携帯バッチリ対応してますね。で、下の方にはライカがデザインしてますよっていう刻印がですね施されております。そしてこれがですね、注目のライカのバッジでございます。ね、これがモックを見た時にはなんか微妙、なんかただのプリントじゃんって思っちゃったんですけど、実機はですね全然そんなことありません。これね、動画じゃ伝わりにくいと思うんですけど、ちゃんとライカの立体ロゴみたいなのが埋め込まれてるんですよ。フラットなんだけど、このガラスの中にバッジが埋め込まれているみたいなデザインになっています。なのでちょっとこうやって角度揺らすと、光の具合によってライカのロゴがですねキラッと反射して、ちゃんと影が見えるんですね。ハイライトとシャドウが見える感じ、これがやっぱりね高級感がありますね、非常に。そしてキャップももちろん金属でアルミ製となっています。すごいねかっこいいですね。内側は柔らかいスポンジみたいなのが入っています。はい、そして本体の側面見ていきましょう。全体的な外装フレームに関しては金属でアルミになっているそうです。で、この辺のフラットなデザインがちょっとねやっぱライカっぽいっていうかね、ライカのカメラを意識してるなっていう感じのデザインですね。そしてこっち側はギザギザした感じになっていて、手で持った時になんかこの滑り止めになるっていうか、あ、なんか持ちやすいな、グリップ感があるなみたいなデザインになってます。で、上の方からこれがですねボリュームのアップダウンボタンですね。で、この真ん中のちっちゃいボタンが Google アシスタントキー、これ長押しすると Google がポンと起動する感じですね。で、その下が電源ボタンとなっています。で、他はもうアンテナラインがあるぐらいでシンプルなデザインですね。で、下部の方はこんな感じになってまして、スピーカーマイク穴ですかね、これは。で、充電のタイプ C、 そしてイヤホンジャック、これがね嬉しいですよね、イヤホンジャック搭載してます。で、全部フラットですね。まっすぐパキッと切られてるようなデザインです。かっこいいですね。で、反対側は特に何もありません。ボタン類はアンテナラインがあるぐらいですかね。はい、こんな感じになってます。一応この SIM スロット中見ていきましょうか。よいしょ、どんな感じでしょうか。あ、なんかすごい柔らかい、なんだこれ、なんかこんなグニュグニュ曲がっていいんですかっていう感じの、ちょっとチャッチー感じの SIM スロットなんですけれども、こんなもんなんですかね。初めて触りましたね。SIM カード1枚、そしてマイクロ SD カードが入るようなタイプの、まあ、2スロット、デュアル SIM ではないですね。2スロットタイプの SIM となっています。まあ、マイクロ SD カードでストレージ拡張できるっていうのは非常に嬉しいですよね。ストレージがですね、256GB あります。そしてマイクロ SD で足すことができるので、ガンガン写真とか動画撮ったりしても問題ないんじゃないかなと思います。そしてこちらが目玉のカメラでございます。カメラはですねこんな感じのサークル型っていうんですかね、丸い形に配置されてますね。この映像だと映りにくいと思うんですけれども、ここにライカの文字が入ってまして、下の方にはズミクロンっていうんですかね、ズミクロン、まあ、レンズの名称がですね刻印されていきます。そしてこの円形に配置されたカメラなんですが、ドセンターにレンズがあるわけじゃなくて、ちょっとこう見た時に左に寄ってるんですね。で、これがメインのレンズで、今スマホの流行りっていうとやっぱりデュアルレンズ、トリプルレンズ、まあクワッドカメラとかね言いますけれども、このモデルに関しては単眼レンズ、つまり1個のレンズだけを搭載したカメラとなっています。いわゆるね流行りに乗った望遠だとかマクロとか超広角とか、そういったものを載せるのではなくて、超広角レンズの1個のみを搭載するっていうシンプルな構造となっています。なかなかね珍しいタイプのカメラユニットなんじゃないかなと思います。カメラの厚みに関してはこんな感じ、まあめちゃくちゃ分厚いってわけではないんですけど、まあそれなりにね出っ張ってる方ではあるので、やっぱりライカのレンズですので、こういうねカバーでしっかりと保護してる方がねいいんじゃないかなと思います。ただこのレンズキャップちょっとなくしやすいかもしれないですね。磁力は確かにまあそこそこ強いんですけど、なんかこのカバンとかに入れてると取れちゃうんじゃないかなっていうぐらいちょっと心配な感じはしますね、触っていて。こちらが画面の方ですね。インカメラはここに埋め込まれているタイプとなっています。パンチホール型ってやれるやつですね。で、これ賛否分かれるところなんですけど、この画面は UKL なんですけれども、これね湾曲してるんですよ。両サイドがグッとカーブが入ってるタイプのものなので、手に持った時にこの辺とか、あとこの手のひらのねこの部分でちょっと画面に触れちゃうだけでちょっと誤操作しちゃうっていうか、
そこを押したくないんだけどなって時に押されてしまうっていうのが欠点なので、まあ、エッジスクリーンなんで採用しちゃったんだろうって感じしちゃうんですけれども、まあ、そこはねちょっと妥協しなければいけないポイントかなと思います。ではね、つけていきましょう。あ、ケースなんかすごい硬いっていうか、しっかりしてますね。結構グイッと入れないとはまらないぐらいきっちりサイズ、丁寧な感じしました。はい、こんな感じです。いやー、かっこいい。ただね、正直でかいし重い。まあ、しっかりと本体守りたいって人はこのケース必須だなと思うんですけれども、ちょっとね、やっぱね、でかいんですよね。まあ、このサイズ感普段使ってて慣れてるって方なら全然問題ないと思いますし、普段からちょっとケースいっぱいつけていて重めな、本体をね持ち運んでるよって人なら大丈夫かと思いますけれども、 200g 普通に超えてますので、今 iPhone12 mini とかね使っているって方に関しては結構重たく感じてしまうかもしれません。なのでそこはちょっと実機をですね店頭で触ってみてほしいなと思ってます。はい、それでは早速ですね、電源を入れて初回セットアップして、その後写真をガンガンね外で撮りに行ってこようと思いますので、ぜひねお楽しみください。それでは電源オン。起動画面はやっぱりライカのオリジナルなので、ライカのモーショングラフィックスがグーッときてライカのバッジになるっていうね、非常にかっこいいオープニングが始まりました。まあ、中身に関してはこの壁紙とか全体的な UI は微調整ライカが入ってるそうなんですけれども、基本的にはアクオス R6 同様だと思っていただいて OK です。ちょっとねこの辺セットアップしていくので動画スキップします。指紋を押し当ててください。指紋の反応するエリアが広いので、今までですね指紋認証をやってきたよって方は結構これ斬新なんじゃないかなと思います。え、一発でした。なんか普通って連打するじゃないですか、何回かパン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 って。で今一発で指紋認証の登録が完了しちゃうっていう、これやばいですね。はい、来ました。こちらがホーム画面でございます。いかがでしょう。これ壁紙がですね、なんか幾何学模様な感じになっています。これもねきっとライカのオリジナルのデザインなんでしょうね。そしてこれライカのライツフォン専用のウィジェットがついています。こうやってなんだろう、作例ってことですかね。いくつかなんかおしゃれないい感じの写真が表示されるエリアとなっています。でもちろんね全くソフトバンクのアプリ入ってないってわけではなくて、よく見るとこういうね、Wi-Fi スポットだったり、この中にソフトバンクフォルダがあって、ここにねぎっしりと、ちょっとねメーカー特有のアプリケーションというのは詰まってるんですけれども、まあそんなに多くはない印象かなと思います。なので変にねこうドコモ版とかでカスタマイズされてる OS よりは非常にね嬉しい SIM フリーのような感覚で使えるスマホとなっています。で今触ってみてわかるんですけど、やっぱりねスナドラ888搭載なので非常に快適ですね。でまだ発熱に関しては全然もちろんわからないんですけれども、今のところぬるさくですね。カメラを起動していきましょう。で今キャップついてるので、ね、もちろん真っ暗ですけれども、キャップ外します。はい、こんな感じの UI となっています。で正直言うとこれね UI に関してはあんまり期待しない方がいいんじゃないかなと思っています。というのも側はやっぱりライカのねデザインですし上質なんですけれども、やっぱりこの中身に関してはソフトウェアに関してはシャープのねアクオス R6 ベースで、それをちょっとボタンの色とか、こういうね何倍っていう書き方数字に変えたりとか、そういう微妙なニュアンスをカスタマイズしてるっていうものになってるので、あんまり過度に期待してはいけないかなという印象です。2倍、そしてこれが本来の画角 0.7 倍。こういったねカラフルな被写体の場合、このライツフォンはライツルックっていうね機能があって、モノクロで撮影することができるようになります。やっぱライカといえばモノクロのカメラもあるぐらいなので、こういうねモノクロで専用で撮れるみたいなモードに関してはもうライカユーザーたまんないんじゃないかなと思います。じゃあ早速今から外に行って写真撮ってくるので、この動画のですねこの後作例をですね、まあ、何枚かお見せして終了したいと思います。今の段階だと、まあ、このねライツフォン非常に質感いいですしデザインかっこいいなと思いましたので、今の時点では高評価とさせてください。しばらく使ってみてまたねいろいろ分かったことがあったら動画にしたいと思いますので、ちょっと作例楽しんだ後後日になるかもしれませんが動画お楽しみください。それではね一旦作例に参りましょう。どうぞ。